2019年、沖縄県恩命村の輪にて、江藤誠一は、日本の政治家。自由民主党所属の参議院議員。過去に、内閣府特命担当大臣、内閣総理大臣補佐官、衆議院議員。大分県大分市生まれ。大分市立大分中学校、大分県立大分上野旧高等学校を経て、大分大学経済学部に入学。大学在学中。 別府大学の岩木信子と共に九州学生自治体連絡協議会を結成。自身も大分大で保守派の学生協議会を率いた。朝日新聞によれば全日本学生自治会総連合打倒を掲げた学園正常化運動であった。1973年大分市議会議員に当選。1979年には大分県議会議員に当選し、2期務めた。 1986年7月、第38回衆議院議員総選挙に出馬するも落選。1990年2月、第39回衆議院議員総選挙に初当選。3期連続当選したが、2000年6月の第42回衆議院議員総選挙では、民主党の区切りや岩尾に敗れ、比例区でも復活できずに落選した。2003年11月の、 第43回衆議院議員総選挙では、無所属のキラ修士に敗れたが、比例九州ブロックで復活当選。2004年9月、厚生労働副大臣に就任。2005年7月5日の郵政国会では、郵政民営化に造反して、反対票を投じたため、副大臣を罷免された。同年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では、 自民党大分県連が江藤の公認を申請していたが自民党本部は佐藤連の公認を決定した。江藤は無所属で大部一区から出馬したが民主党に入党していたキラに再び敗れ落選。2007年7月29日の第21回参議院議員通常選挙で比例区からの立候補を希望し自民党に公認を申請したことが 引き金となって前年末に続く優勢増反組副党問題が起こる。党内では前年末の増反組議員副党で内閣支持率が下がったことなどから根強い反対意見もあったが自民党党記委員会では賛成10票、反対7票という異例の多数決となったが副党が実現して比例代表候補となった。地盤が狭い元衆議院議員が参議院比例区に 立候補する場合、通常は地元の票固めを行う。しかし、江藤の支持層を比例区で取り込もうと考えていた公明党への配慮から自民党本部は副党にあたって地元大分での選挙活動を認めないなどの厳しい制約を課した。江藤は福岡県に選挙事務所を置こうとしたが、公明党はそれについても九州内では意味がないと反発したため、 最終的に東京渋谷に選挙事務所を置くことになった。2007年6月11日に東京で開かれた江藤誠一君を激励する会では文部科学大臣の伊吹文明や自民党幹事長の中川秀奈を自民党政調会長の中川翔一などが支援を表明した。地元大分で活動できない中、20万2314票を獲得して、 党内13位で当選。2007年12月12日、参議院本会議において、野党提出の優勢民営化凍結法案の採決で棄権したため、自民党参議院議員会長の尾辻秀久から厳重注意処分を受けた。江藤はボタンの押し忘れなどと主張した。2008年4月14日、自民党を多い他県連により、県連復帰が承認された。 これに対して、公明党大分県本部代表で、当時県議だった竹中万丈夫が、同日の自民党県連年次大会出席を、急遽取りやめた。竹中は、江藤の県連復帰により、自公の信頼関係が崩れ、今後の自公協力が厳しくなると述べた。2010年1月、議員グループのぞみに参加。自民党障害者特別委員長を務める。2011年、 自民党参議院幹事長代行に就任。2012年12月、第2次安倍内閣の内閣総理大臣補佐官に就任。2013年4月23日、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会の一員として靖国神社に参拝。同年7月21日、第23回参議院議員通常選挙に、 比例区から出馬し204,404票を獲得して、党内10位で再選。2019年の任期満了時点で71歳で、あり、70歳定年制の党の規約があるにも、かかわらず、他の6人と一緒に、第25回参議院議員通常選挙で特例公認された。同年9月11日に発足した第4次安倍第2次。 改造内閣で1億総活躍担当、領土問題担当、内閣府特命担当大臣として初入閣。2020年9月、自民党党機委員長に就任。同年10月、自民党障害児者問題調査会長、少子化対策特別委員長。朝日新聞によれば、江藤が参加した、学生運動は全日本学生自治会総連合だ倒を掲げた。 学園正常化運動であったとされる。2011年5月24日、自民党本部で開かれた同等外交部会で、外務省アジア太陽州局審議官の北野光が横を向いて同僚と話した瞬間に結構し、いい加減にしろ。本気で国益を守ろうと思っているのかと叫んで、数メートル離れた場所からコップの水を浴びせかけた。 自分が話している最中に横を向いていたとのこと。内閣総理大臣のカンラオトが日韓首脳会談において大韓民国の国会議員が北方領土を訪問する計画を立てていたことに言及しなかった理由について来たのは事実関係を確認中だったと答えていた。1994年、羽田内閣の総辞職後の内閣総理大臣指名選挙について 総裁の項の洋平や幹事長の森吉郎が日本社会党委員長の村山富一を押したため自民党両院議員総会は大いに紛糾した。しかし旧大分一区で村山と直接のライバル関係にある江藤が涙ながらの大演説で賛意を表明したことから議論の流れが大きく変わり村山主犯指名で決着した。この後自社さ連立政権が成立し 自民党は11ヶ月ぶりに政権に復帰した。2013年7月21日執行の第23回参議院、議員通常選挙で、江藤は比例区において、全国から20万4000票以上を獲得し、当選したが、香川県高松市においては、江藤の得票数ゼロという集計結果が出た。内閣総理大臣、安倍晋三が二千十三年十二月十六日に、 行った靖国神社の参拝にアメリカ合衆国連邦政府が失望を表明したことについて2014年2月16日に約束を果たした首相の靖国参拝の題名で YouTube に投稿した動画で我々の方が失望したという内容の批判を行った。江藤は動画の中で安倍の靖国神社参拝前に自身が二千十三年十一月の訪米や 同年12月初旬の中日アメリカ合衆国大使館訪問で靖国参拝への理解を求めていたことを説明し安倍政権は民主党政権で崩れた日米関係修復に非常に大きな力を割いてきた米国は同盟関係にある日本をなぜ大事にしないのか米国はちゃんと中国にものが言えないようになりつつある米国の声明は中国に対する言い訳に過ぎないと アメリカ合衆国を非難した。2月19日、菅義偉官房長官は、江藤の発言について、個人的見解だ。日本政府の見解ではないと述べた上で、江藤に発言の取り消しを指示したと述べた。同日、江藤は発言を取り消し、動画を削除した。米国務省の副報道官は、日本政府は個人的見解であり、 政府見解ではないと説明しているとして、問題しない考えを示した上で、安倍の靖国神社参拝に、失望声明を出したことについては、米国の立場は明確だとも述べた。その他2008年11月11日、自民党の国防関係合同部会にて、歴史認識に関して、日本国政府見解を否定する論文を発表して、航空爆料庁を更迭された。 田もか夫と護歴史認識を教育するなんてことを言ってもらったら、困ると述べ、日本の歴史教育のあり方を見直す考えを示すとした防衛省側を批判した。2017年7月29日、加計学園問題について、安倍首相は関与はしていないと確信を持っている。と主張、一方、友人を大事にしすぎる傾向があったために、 それがなんとなく公私混同と判断されて批判になっているのかもしれない。対応に脇の甘い部分があった。と述べる。衆議院厚生労働委員長在任中の2004年5月14日、国民年金保険料の未納が判明した。議員年金に加入すれば、同時に国民年金にも加入していることになるものと誤解していた絵頭は、 衆議院議員に初当選した1990年2月から11年11、か月間、保険料を納付していなかった。2005年の衆議院選挙において、大分市内の住宅街で、法廷外の文書を配布したとして、江藤の運動員が3名逮捕された。ありがとうございます。